はい、新年明けましておめでとうございます。いつもご視聴いただきありがとうございます。今年もですね、またこういろんな料理をね取ったり、山に行って山菜採りに行ったり、または海に行ってなんかカニとかね、釣りも今年はもうちょっとちゃんと覚えてねやっていこうと思います。あと DIY の方もねやりながら、まあいろんなものを磨いたりね、そうしてる間にこう軽く食事するとかね、そういうものをまたこう動画に撮っていこうと思います。なのでご視聴よろしくお願いいたします。本年も今年も頑張っていきますのでよろしくお願いします。はい、完成です。ぶっかけうどん。はい、それではいただきます。年明けね、うどんちょっと今日はね、もうなんか胃がこうあっさりしたいし、なんかこう軽いものでしようと思いました。なので、であとね、これね、ちょっといただきました。山椒漬け。北海道の方のね、地元のものです。山椒漬け、麹と唐辛子と醤油かな。それを混ぜてこう作る地物ですね。激辛なんですけど、これ美味しいんですよね。意外に麹が入って旨味があるんで、これをちょっとこのうどんに混ぜながらいきます。はい。これね、ちょっと辛いんでね、これ。少し入れますね。少しって、ま、これぐらいかな。これぐらい、こう入れながら、卵が入ってるんでね、これをこう、ほら、見えますかね、こう、卵を崩して、うどんが熱いので、ここでこうもう混ぜてしまいます。こう。じゃあこのね、山椒漬けの辛みと、あと黄身の甘みと、だし醤油ちょっと入れてるんでね、それの旨みが混ざって、まあ言ったらつけ麺ですよね。で、かつお節の旨み、これでいいと思います。それではいただきます。
うん。お。やっぱりな。やっぱりな。美味しいです。うん。これ、ちょっと、もうちょっと、足そうかな。意外にね、これ卵が入るとね、まろやかになるんで、辛いという、この調味料も、結構まろやかになって合いますね。で、うどんのコリコリ感と、シコシコ感と、ちょうどいい感じですね、これ。うん。で、もともとね、この山椒漬けって、その北海道とか東北の地方の土佐料理で使われるんですけどね。一升二層の山椒、山椒、一升瓶とかのね、その山椒なんですけど、まあ、麹と、醤油と、青唐辛子、それを一升ずつに分けてこう合わせて作った。だから山椒漬け。まあ、そっから来てるんですけど、まだ、他にこういろいろ旨味があるんですけどね。これは普通に白いご飯に乗せて食べるっていうものなんですけどね。美味しいです。これもね、いろいろ多分パスタにも合うと思うんですよね。うん。で、この山椒漬けもね、ネットでも買えます。ただ、僕のこのいただいたものは地元なんで、これはネットでは売ってませんけどね。他の普通のやつは山椒漬けはネットで売ってます。それをこうやって冷凍うどんにあえて、ね、やるとかなり美味しいです。うん。これはうまい。日本にもね、いろいろ、北海道から沖縄までたくさんの食材とか、こういう地元のものがありますよね。そういうのをいろいろ使って料理していけたら楽しいですよね。新たな発見もあるし、面白いです。今日は、新たな一年、牛年に、乾杯。これ2玉ぐらいいけるな。